レジャーハウス宮崎です。こんにちは。かなりですね、暑い日が続いてきてまして、あの修理の、依頼も、それに伴って結構増えてきているんですけれども、その中でも意外と多いのが、パンクの修理なんです。パンクの修理って、1年を通して、一番多い修理ではあるんですけれども、この時期にですね、かなりちょっと増えてきているなっていう形があって、テレビとかでもですね放映されているので、皆さんね結構気をつけていただいているのかなとは思うんですけれども、今日はどうしたらパンクが防げるのかっていうところについて、簡単にご紹介していきたいかなと思います。ということで、ここに今ね自転車を持ってきましたけれども、パンクの原因って結構いろいろとあるんですけど、もちろん物が刺さってしまうっていうことも原因の一つとしてあります。ですが、物が刺さるっていうことよりも結構空気が少なくなって、その状態で段差とかを乗り越えた時にパンクしてしまうとかいうことが結構多いですね。あとは、いわゆるここのチューブの、このバルブがあるんですけど、ここの方向に空気が少なくなっているとだんだんこうチューブが寄っていくので、ここでこうこぶみたいな形になってしまって、パンクしてしまうっていうこともあります。ですので、一応対策としては、物を刺さるっていうのはもうちょっとこれはもう不可抗力なので、しょうがないですから、なるべくタイヤの空気圧を一定に保ってもらうっていうのが一番いいのかなと思います。皆さん結構空気を入れる頻度がかなり少ないなという印象を持ちます。購入されてから毎月のように空気入れていただいている方もいるんですけれど、なかなか空気入れる時間がないですということで、2、3ヶ月経って結構へこんでるっていう人も結構いらっしゃいますから、定期的に空気を入れていただいて、空気圧を一定に保っていただくっていうのが、まずパンクしにくくなるコツかなと思います。もう一つ気をつけていただきたいのは、ここに、バルブがねこういうふうについてるんですけど、構造的にはこういうふうな3つの部品で構成されてるんですね。このバルブの、プランジャーっていうんですけど、プランジャーにここの虫ゴムっていうのがこうゴムがついていて、でそれをこうバルブのところで止めて、最後にこのキャップをすると、こういった構成になってます。でここのこれ虫ゴムっていうんですけど、この虫ゴムが結構劣化することが結構多くて、ここから空気が漏れることがあります。で実際にちょっとこれ見にくいかもしれないんですけど、ここのところが切れてるの分かります？こういうところ、これは結構比較的穴的には少ないんですけど、これが全くなくなった状態っていうのはこんな感じです。こんな感じ、これが今ですこの素の状態で、このところにこの、ゴムが上にくっついて、要はこういう形に、こういう感じに、なるわけなんですけれども、ここがね結構、風船のように空気入れるとき膨らむんですよ。で膨らんでしぼむんですけど、それで比較的こうゴム自体も結構薄いので、結局これで穴がだんだん開いてしまって、せっかく空気入れたんだけどなかなか空気が入っていかないで、そのまま抜けてしまうっていうことがあるので、ここもね一応ね外してみていただいてチェックしていただくといいと思います。で、これ虫ゴムでそんなに高いものじゃないので、4本で100円とかそういうものなんで、こういうのを定期的に変えていただくといいと思います。でさらに、空気圧を、どういうふうに一定に保った方がいいかっていうところで、こう普通のタイプって、普通の空気入れで空気入れると思うんですけど、タイヤの側面には一応空気圧っていうのが書いてあります。だからそれを見ていただければ一応適正空気圧っていうのは分かるんですけど、普通の空気入れだとその空気圧計がついていないので、どれだけ実際入れていいのかが分かんない。ですから僕らもお客様に説明するときに、横を押してみていただいて、ちょっとへこむぐらいまで入れといてくださいねっていう言い方をするんですけど、これって結構さじ加減なんで、正直、分かりにくいっちゃ分かりにくいということで、正確に空気圧を測りたいっていう方は、このバルブの形をベーシックに変える、こういう
パナソニックが出てるですね、エアチェックアダプターっていうのがありますので、これを使っていただくといいと思います。でちなみに今ここにあるこのフロンティアデラックスっていう車種に関しては、ここに空気みはるくんっていうねインジケーターがついていて、まあ、空気がこう入っていると、まあ、赤いこのやつインジケーターが消えてグレーになるんですけど、まあ、そういうふうにこう空気がどれだけ入れてあるのかって分かるインジケーターがついているあの車種もあるので、それに関してはまあ、あえて使わなくてもいいかなとは思うんですが、一般的な自転車はこういうのついてないことが多いので、そういう方はこういうエアチェックアダプターっていうのを使っていただくといいと思います。で、今ご説明したエアチェッカーってこういう感じの部品が3つ入ってます。これをまあ使っていくんですけど、まずここの元々ついてたやつをこのキャップを外して、これを取って、まあ、まずこれを抜きますね。これが元々オリジナルの部品です。これを今回はこちらに変えるんですけど、まずこの金色の部品、これを先にこちらに差し込んでもらって、このアダプター、これをねじ込みます。まあこれだけです。非常に簡単です。それであとポイントは空気圧が、まあ、どこに書いてあるかっていうところなんですけど、ここのタイヤのねサイドにここに、まあ、だいたい横に書いてあります。でこれが、まあ、インフレート300キロパスカルから43 PSI っていう形に書いてあるので、まあ、これぐらいまで空気入れられますよっていう数値があるので、でちょっとポイントはね、これ使う場合にはスポーツ用のフロアポンプが必要なので、まずそのスポーツ用のフロアポンプを持ってるっていうところとはまず一つ前提条件にはなっちゃうんですけど、まあ、一応まあ正確に測りたいんだったら一応そういったことができます。でこれ43って書いてあるので、これでちょっと空気入れていきますね。まあスポーツ用ポンプっていうのは、まあ要はこういった形のポンプになってくるんですけど、まあここにね、ゲージがついていて、まあ、どれだけ入れた方がいいか分かると。で、まあ、今回これが43だから、まあ、40ちょっとぐらいまで空気を入れるといった形になります。でこれでまず空気を入れていきますが、よっ、よいしょ。でまずこれ、よいしょ、これ差し込んでもらって、まあ、空気で入れることあるんですけど、これ差し込んでもらってレバーを上げますと。でこの状態で、まあ、空気を入れていくと。で今これ見ていただくと数字が45ぐらいになってますよね、はい、で、まあ、実際に、まあ、これで今空気入れで空気入れまして、あとはレバーを引っ張ってまっすぐ抜いていただくと。でこのアダプターはこのままあの固定して使っていただくような形です。ですからさっきのバルブに戻すことはないので、まあ、このままこのキャップをつけてもらって、まあ、完了という形です。で実際に今これ適正空気圧で、まあ、どれぐらいの押した時の感じかっていうと、まあ、ちょっと分かりますかね。これ押してちょっと軽くへこむぐらい、これで45ぐらいですね、はい、上から押した時にちょっとグッと押して軽くへこむぐらい、これぐらいが適正空気圧ということなので、まあ一回ちょっと自分で入れてみていただいて、これぐらいが45だなっていうのが分かれば、まああえてこれにする必要は正直ないんですけど、まあ定期的にこう測る時に、まあ手の感覚だとなかなか分かりにくいっていう方は、まあ、こういった文明のですね、リーキを使っていただくですね、エアチェックアダプター、まあ、600円ぐらいの部品なので、まあ、これとこのスポーツ用のポンプがあればとりあえずは適正空気圧が保てるということでございます。今日は簡単にですね、空気の、まあ、入れ方というかですね、
まあ、パンクをしづらくするにはどうした方がいいのかっていうところで、まあ、空気圧を一定に保っていただくっていうのがやっぱり重要だなということで、まあ、それをですね、まあ、よりこう正確に空気圧計がついているポンプで入れていただくと、まあ、そういったこう空気の入れすぎであったりと逆に少なかったりとかってことをある程度防げるということなので、まあ、ぜひですねこういったチェックアダプターを使っていただいて、コントロールしていただくとより快適に自転車が乗れますし、パンクのリスクも下げられるということなので、まあ、こういう暑い日ですね、まあ、一回ちょっとご自身の自転車を見ていただいて、まあ、虫ゴムとりあえず切れてないですかっていうところと、まあ、空気圧しっかり入れてますか、まあ、空気圧をしっかり入れてますかってことを確認いただければなと思います。あ、ちなみにですね、空気が少なくなるとタイヤとこのチューブの間にやっぱ空間ができるんで、まあ、タイヤの内側って結構ざらついてるんですよ。ざらついてるとやっぱりこう振動、まあ、こう走行中にですね、まあ、擦れてチューブの表面も傷ついてきたりとかっていうこともありますので、なるべく膨らませていただいてタイヤとチューブの間になるべく空間を作らないっていうことも、まあ、チューブの状態をね長くきれいに保つっていう意味でも重要なので、空気のね確認っていうのはぜひしていただけたらなと思います。ということで今日の動画は以上になります。まあ、参考になったなという方はぜひね、いいね評価とですねチャンネルの登録をぜひよろしくお願いいたします。暑い日がねかなり続きますけれども、皆さん水分補給してぜひ、残りの夏休みですね、楽しんでいただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。レジャーハウス宮崎西村でした。